に出てっていうのはあれ反則ですか。いや、あれはね、将軍ですか。あれ反則はもうね、もう最高位だから。最高位の人間が、あので、徳田新之助ですから。さ、旗本の三男坊ですから。あの設定はこそ最強ですからね。俺に関してくれよ。あの目できるんですよ。あれで、せいやさ、柄本のあの目をやるんですよ。元に戻らない。危ない、もうこれ危ない、危ない。もう神が現れて、じゃあどういう気がしてやると。むしろ構えばさ、こうじゃないよ。違う、違う、逆手なんだよな。これでこうだからさ、こうなんですよ。このままでこの感覚なんですよ。昨日だってすげえ高層向けなあの設定だったの、ザコイチキンだったんですよ。あの大宇宙じゃん、あの神経質とか金持ちのとかヤクザの親に雇われて、でそのいい人間がやられちゃうわけよ。で、イチがさ、大宇宙にするんだよね。目が見えないから。で、なんとかこういうやったらさ、こういうあの目のあれあるじゃん、で、動かるじゃん。昨日また良かったんだけどな。 BS の BS フジの火曜日は毎週ね、毎日やってるんですよ。見学商売とか、そう、面白い。渡辺謙のあの御家人なんとかね、ザンクロー、ザンクロー面白いんだよな。バイヤーもやってねえんじゃねえか。あの生体医者かな。いや、そうやで、あの大沢とかでやるんですよ。ああ、そう、ひらがちゃんまたそれが悪そうなんですよ。わらわら系ならかっこいいよ。かっこいいですよ。やっぱ勝ち心だな。ザトウイチがかっこいいすぎちゃっても。そうですね。なあ、絶対一臭いっすよ。だってさ、あいつも汚いですもんね、一応。こうなんか声だけ声だけに悪いやつがもう一応運んでるからさ、一応こうなるからさ、落ちるんだよ。で、一応そうやってだけど、それでほらケープみたいなの巻いてるじゃん。あれでこうで、また元にずっと臭いね。これ、もう雑巾系、もうバスタオル兼、フェイスタオル兼、おしぼり兼、なんでも。で、ほら、防寒具でもあるから。これだめ起きてもすげえ臭かったから、いいって顔したね。で、それを、もう拭いちゃう。一緒にマッサージしてほしくない。マッサージ。だってあれでしょ、ハンマさんとかね。ハンマさんとかハンマさんとかおやんまーつおやんまからで呼ばれて、へい飲めな。バクチバではない。もうせい、天使性だ。天使性だよ。かわいきってくださ。へえ、いいな。もう、あ、酒を置いてあげようか。もうなんか、舐めびこに。旦那、これは待ってくれ。また、よいしょするんですよ。そう、いや、違う、また。さすが旦那。それはね、こんななりながら、ここは。それがね、可愛いんだよな。そうなの。愛嬌あるんですよ。タプシンは、ザトイチね、代表作もありますけど、兄貴、若山富三郎って若山はね、俺が見てすごく良かったのが、